SCP-173JP 恐竜イミテーションオブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-173JP は徹底的な破壊により可能な限り小型化してから完全防音の密室に収容します。現在 SCP-173JP は全長 30cm 程度まで小型になることが確認されていますが、いかなる大きさでもその性質が発揮される点に注意してください。実験用の D クラス職員を除き、収容室への立ち入りは禁止されています。収容室内の監視、保全、実験の観察等は、自動または遠隔操作の機械によって行わなければなりません。説明。SCP-173JP は、大量の日本製に見える、おもちゃ、で構成されており、いかなる大きさの時でも常にギガ化した恐竜のような姿を撮ろうとします。との関連性が指摘されましたが、明確な情報は得られていません。SCP-173JP は自律動作をし、主に体中の、おもちゃ、がひしめき合う、ガチャガチャ、ガラガラ、と報告される音、加えて時折、を発しながら歩行します。人被験者はこの音を直に聞き続けるうちに警戒心を失い、SCP-173JP へ接近するようになります。SCP-173JP へたどり着くと、被験者は SCP-173JP を構成する目前の、おもちゃ、を次々にかき分け始めます。この時の、おもちゃ、は容易に、剥がれ落ちたりはせずに、脇へ押しのけることができ、被験者はそのさらに奥をかき分けようと、周囲の、おもちゃ、や土などにより扱いされることも厭わず、SCP-173JP の内部へ侵入していきます。やがて、元の SCP-173JP がどれだけ小さいサイズであろうと、被験者の体は SCP-173JP の中へ完全に入り込み、SCP-173JP はその分の体積を増大させます。SCP-173JP の起源が、ために、幸いにも収容までの被害は村一つ分に抑えられ、記憶処理と隠蔽のコストも、一体程度で済みました。しかしこの初期収容の時点ですら、SCP-173JP の最大時の全長は推定75メートルを記録しました。SCP-173JP の発する音は、機械による録音か中継越しであれば影響力を持たないことが確認されています。実験時の D クラス職員は、大事なおもちゃ、思い出のおもちゃ、なくしたおもちゃ、懐かしいおもちゃ、憧れのおもちゃ、が SCP-173JP の中にあるとの音声記録を残し、SCP-173JP の中へ侵入しました。レアケースとして、もっとたくさん、この楽しいものを見たい、と言いながら SCP-173JP へ入っていった事例が記録されています。